いやー、ほんまに気持ちよかったよ。どんな感じだ、西川君。結構長い時間、ね、そうやね、結構ガッツリやっていただきましたね。あれ、痛さは調節してくれるんですか。してくれんねんけど、うん、僕がもともと弱かったのか、その内臓が良くなかったのか、あ、なるほど、ね、もうちょっとされるとすっごい痛いのよ。あ、なるほど、ね、足つぼはね。で、あの生姜、うんうん、あれもほんまに、だからもうほんま布に刻んだ生姜、うわーって乗ってるから、うん、それをもうほんま足にこう塗ってるような、塗ってるとかもね、貼っつけてるんで、足がポカ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 して、なんか結構あれですよね、有名人の方の写真とか結構いっぱいありますよ。ね、次長課長の河本さんも行ってありますね。先輩も行ってあって、うん、本当に楽しい。まあ、あの店員さんもちょっとね、か面白い方やったんですけど、うん、なんかキャラクターのあるね、面白い方やったんですけど。個室の部屋が何個かあるんで、あった、やっぱタレントさんが行きやすいというか、行きやすいんでね。女優さんとかも結構いろいろ、いろんな人来てありましたね。はい、ぜひとも行っていただきたいと思います、はい、ね。どうでしたか、ゆめろちゃん、今の見ていただきました。めっちゃ行きたかったです。行ったりせえへんの、マッサージとか。マッサージ行かないんですよね、なんか自己満しちゃってます。あ、自分でやってね。肩凝るタイプ？めっちゃ凝ります。あ、まあ、もう放置しちゃってます。で、そこのほんまに今日さ、今ね、ゆれんさんほんまにいい感じやね。いいとこやったで。ね、行きたかった。なんかむくみって書いてたんですか、生姜の効果に。そう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 、そう、ね、ほんでほんまに六本木の、ほんまにど真ん中にあって、うん、とこやった。そうそう、行きます。みんな隠れ家としてタレントさんがいて、ね、そんなに高くないんですよ。そう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 、そうそうそう、めっちゃ7000円ぐらいだかな。ね、コースによって、コースによって色々違うんですけど、うん、まあ、ビューティーパークさんによったら多分ね、その辺融通聞いてくれると思うんですけど、じきじきにね、ビューティーパークさんにほんまにあそこ行きたいんですけど、賞味いくらになりますかってちょっとはね、一回だけコーヒー一杯だけ一緒に飲んであげて、じゃあそれで大丈夫やから。わかりました。コーヒー一杯だけでいいからね。まあまあ、格好の方も気をつけていきたいと思います。はい。誰ですか、くしゃみした。誰ですか、今、くしゃみした。合図ですか、それ。もう終わりやでって。時間ですよ、っていうね、もうこれ、終盤ですよってやる。さあ、続きまして、松本くん、コーナータイトルお願いします。はい、じゃあ行きます。こちらですね。ですね、行きましょう。女性のあるなし探検隊。さあ、このコーナーはあるテーマの、女子がですね、ありかなしかを、みんなで討論するコーナーでございます。はい、じゃあ。その本日のテーマは、こちらでございます。はい。節約女子、はい、はい、まあ節約する女子のことですね、簡潔に言うと。もこれは本当にいいのか、これでも難しいよな、女の子が節約するってな。まあ確かに、彼女と考えんのか、嫁と考えんのか、そう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 、によって変わるし。あー、だから男側もあるやん、意見ってな。まあ確かにね。じゃあちょっと分かれてみましょうか。分かれ、節約女子はありやったらこっち、はい、ないと思う人はこっち、こっち。じゃあ行きましょう、よーい、スタート。さあ行きましょう。これ、これだけなんちゃう、これ。また4対1やんか。4対1、じゃあ座りましょう。座りましょう、座ってください。はい、じゃあまたこのコースさあ、いきましょう。いじめられてるみたいな、僕が。ちょっとギュッと詰めて、僕映らへんなるから。あ、どうぞどうぞ。はい、入ってください。でも節約女子、じゃあまず聞きましょう。あ、ゆめろちゃん、ゆめろちゃん、節約女子。めっちゃ節約女子だと思います。あ、ゆめろちゃんが。はい。節約してんの？めっちゃしてます。一人暮らしやし、うん、やっぱ大阪なんで、うん、大阪ってね、安いもん好きなんで。そうやね、確かにスーパー玉出がね、うん、あるぐらいですからね、うん、あれはすごいですね。安いもん、1円セールとかありますからね。そう、お作り1円入れてますからね。なんでもう節約できるところは一番節約するのなんだ、じゃあゆめろちゃんが。私はお風呂かな、水、水道代とか、電気代もなんですけど、私クーラーないと無理な人なんですよ。あ、なるほどなるほど。だからそこを省いた電気代とか。ほな、もう友達とか来たらさ、ちょっとなんかクーラーつけてよとかさ言うやん、この時期とかやったら。はいはいはい。暑い、それはどうなの？クーラーはつけます。クーラーはつけるね。つけるんですけど、もうすぐ電気します。手洗っといでって言って、手洗ってきてもらって、で手洗い終わって、多分なんか分かりづらいんですよ、電気の場所が。で、絶対につけっぱなしで帰ってくるんで、タタタタってパッて消して。あ、節約、あー、なるほど。ほら、でもそんなんがあるからこそ、そんなんでさ、あ、なんか私悪いことしたんちゃうかって思われるやん、節約女子って。思われますかね。まあ確かに、遊びに行ってちょっとあれかもしれんね。なんか嫌じゃない、なんか自分が友達んちってさ、あ、つけっぱなしで何気なくやってさ、友達が何も言わんとパチって消されたらさ、あ、なんかこの子すごい気にしてるみたいなさ、思われるやん、すっごい。消すなーって言って消します。
あ、なるほどね。そうなん。はい。例えばそれで女子力これでアップしてるみたいな実感はあるんですか、節約女子について。お風呂は美容として絶対に私浸かりたいんですよ、湯船に。でもそれだったらなみなみ入れた方が、そうが絶対もったいないんで、もうなんか私身長ちっちゃいんで、でお風呂もあの湯船ってちっちゃいんで、結構な少ない量でたまるんですよ。だから結構もうこんなんにしてこうやってあります。あで入ってだいぶお尻下げてね、そうで結構ちゃんと肩まで使って全身よくするっていう美容はしてます。でも節約、腰言わせて、そんなんしたら言わしてます、体壊すで。節約しても弊害出てもうてるやんか。いやでもそれで効果もあるんで、美容にも活かしてるし、ちゃんとあの節約するけど女子力アップしてないわけではないと。ないってことか。節約しつつ女子力もアップできるから別にいいんではないかということですね。で、食費も、食費もちゃんと、ああ節約して、節約してスーパーは携帯で会員登録して、うん、なんかチラシをメールで送ってくれるんですよ。おー、へー。そう、で、安い日になんかもう聞きたくないねん、その女子がなんかショックやねんな。いやでも将来ね、あの奥さんになるタイプやったらそっちの方がね、いや、そうやねんけど、安い時に行って買います。なるほど、なるほど。あずさちゃんは、はい、仕事に水筒だったり、お弁当にして、なんだろう、外食代。あなるほどな。いやでもなんかあれいいですよね、女性がちっちゃめの水筒持っててパカッて開けて飲むの。いや可愛いねんけど、ね、なんかさちょっと僕なんかさ、いやこれって節約ってケチと紙一重じゃない。ちょっとそこは大事、大事や、大事。なんかなんかせこいって思われたくないやん。強要はしないですね。そうそうそう、自分への、自分へのやから頑張る。怒ってんのかよ、マジで。いや、せこいっていうのはあれですよね、言うたら他人には何もせえへんけど自分では得するっていうのが多分せこいと思う。しかも一人でやります、それはちゃんと一人の時に、ね、人に目がかけないってこと。そうです、一人きりの時。でもなんかその水筒のお茶ちょうだいってくれへん、嫌やろ。いや、それぐらい、それぐらいいいやんか。ええのそれ、うん、ほんまに、なんかそこがあんねん、俺ケチと紙一重やなっていう。だから無駄なお金は使いたくないってことですもんね。そうです、そうです、そうです。だから節約やねん。はぁ、そうな、うん、そうでございます。なんか自分の彼女がな、ケチって、いや、ええねんけど。彼女おらへんやんか、調子乗ってるけど。調子たまには乗らせて。こういう時だけ乗らせて。あ、ごめんごめん、ごめんやけど、なんか嫌やねんな。じゃあマリコさんは、マリコさんは、私だからポイントカードでポイント貯めるとか。いるね、ポイントカード貯める女の人。セブンでは7個使うとか。ああ、なるほど、7個カードとか。7個カードとか、そうですね、あんまりまとめ買いはしないとか。意外となんか安い時に買いだめする方がなんか損をするって言われたんで。なるほど、特価の日に卵をいっぱい買う。いっぱい買うとか。だからちょっと例えばスーパーとか行ったら、うん、4時、5時になったら半額のシール、うん、反応をちょっと遠目で待って。そこまではしないですけど、でもこの時間に行ったらここ安いなとか覚えておいて、うん、だそういうことやろ、そこに行くようにするとか。 それはあかんことな。いや、あかんことないけど、俺も全然行くで。俺だってライフ近くのライフ、そうライフ、俺10時になるのが待ち遠しいもん。シール貼り貼るから。そう、シール貼り貼るから。10時、11時、もう9時ぐらいから行くやろ。1時間前から待って。いや、9時はあれやね、9時に行ったら肉製品だけ安くなるの。9時、ああ、詳しい。そう、さっきあれやからね。そうそう、肉製品が9時から安くなって、で10時以降11時は魚とか、はい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 、そうそう、でお惣菜とかなって、お惣菜になっていくから。はあ、はあ、うん。でもそれもない。いや、だってその日に食べんねんから一緒やもん。なるほど。それは別にケチじゃないし、節約やし、うんうん、でその分旅行行った時に、友達とご飯行ったらどうするの？割り勘？そこは俺割り勘です。なんか付き合いとかはもう全然気にしないです。そう、だからそこがケチとあれの違いやと。そうです、そうです、そうです。だから人を巻き込んだケチや。だから西川君みたいになんか後輩に500円までやでで、それを強要してしまったケチになるの。自分それよう言うたな。だからそういうことするから、よう言うたな。自分人に強要すること自体がケチやと思う。いや、俺後輩に500円までなんて言うたことないよ、これ。まあ、言うてはいいけど、もう身振り手振りで分かるやんか。いや、確かにそれはな、
お会計の値段見て、うん、手震えながらお金出してるよ。財布ガタガタしながらお金出すけど、うん、こいつめっちゃ食いよるなとか思ってますけど、そこはなんかなとか、そこのラインやと思いますね。その人にあれ、人にも共有するのはケチやけど、自分でやるのは節約ではない。なるほどね。西川君、最後西川君の意見。いや、だからね、うん、その他人を巻き込まないとは言ってるけど、うん、それが俺絶対出てると思う。どっか生活でなんか顔とか、なんかにじみ出るんだよ、空気が。なんかいや出てないやんか、みんな可愛らしい顔してるやんか。そう、可愛いのまた別やんか、うん、なんかそれをあんまこう家の中だけやったらええけど、ちょっと水筒持ってくるとか、アルミホイルで包んでるおにぎりかじってるとか。いや、それむっちゃいいやんか、ねえ、思いますやんか。なんかショックやった。ねえ、あれいいやんね、うん、手作り感があって、ね、いや、もう100円のおにぎりパッと買ったらええやんと思ってまうねん。いや、それやったらまたなぁ、味気なんか自分の好きな味、自分なりの味に変えれんねん。中具変えたりとか。そうそう、全然そんなこと分かってんやん。いや、絶対そっちも楽やん。だって握る時間もないねん、いらんねんで。いや、それがまた楽しい。ご飯炊いてとかもせんでええねんからさ、残りのご飯とかでできますよ。そうそう、節約やんか。ああまあそうか。じゃあ、お願いします。今日はいろいろありましたけれども、はい、もう一言で言うなら、はい、この言葉でございます。西川くんは性格が悪い。まあ、それは否定しません。否定しませんので。否定しません。やっぱこれ、まあ、ちょっと僕の、ね、言い方もちょっと拙いから拙いからね、ストレートにとってほしくないんですけど、うん、西川君はやっぱり自分があるから、やっぱその自分だけの目線で見ちゃうわけよ。まあね、確かに。ただ作ったことないやん、お弁当であったり、このアルミホイルであったり。どっちかっていうと僕作るタイプなんですよ、お出かけするときとか。新幹線とかでどっか大阪とかあったら、僕あのおかかのおにぎりが好きなんですよ。で、炊きたてのご飯におかかまぶして醤油やって、それが食べたいんですよ。でもそれ食べたら、それが好きというか、好きやから食べて、別に節約にもなるし、まあまあまあ、それをみすぼらしいって思ってるから。みすぼらしい、みすぼらしいとは言うてない。だから性格が悪いという。まとめて。まとめて。まとめて。それ言えたら、もうちょっと面白おかしく言うと、ただの悪口やからさ。まあまあいいです、ね。実力がないで悪口になってしまいました。すみません。はい、ということで以上、討論のコーナーでした。はい、じゃあここから我々の VTR 見ていただきましょう。はい、どうぞ。